やあ、また会えたね、マルグリット。今度の旅はどうだった？お土産話を聞かせてほしいの。あなたが見てきた世界の話を。今でもあなたは旅を続けているんでしょ？ああ、そして君は今でも歌っているのだね。寂しくはなかったかい？ずいぶん一人にさせてしまった。私を恨んでいるだろう。ううん、ただ怖かった。もうあなたに会えないかもって思っていたから。また会えるって、また会おうってあなたは言ってくれたことがないのよ。知ってる？そうだったかね。それはすまない。私は流浪の癖がついてしまって、その手の習慣を遠くに忘れてきたのだろうな。許してほしい。それで謝罪の後に頼み事をするというのもいささか恥知らずな話なんだが。歌でしょ？ああ、よければここで聞かせてくれないか。私もまた君のために些細な遊びを用意した。陳腐だが、それなりに手間と時間をかけたのだよ。以前王妃様にお見せしたパリのオペラにも劣らないほど。あの時彼女がそう言ってくれたように、歌劇の始まりを君に飾ってほしいんだ。カリオストロ、何を言っているのかわからないよ。私は王妃なんかじゃないって知ってる？無論君はあれよりも上等だよ。長年にわたるさすらいを振り返っても、未だ君を超える美は知らない。私は誰にもそんなことを言われないのに。しかり、それゆえにだよ。誰も彼もが君を恐れ、憎み、直視をためらい、忌避を選ぶ。なぜか、それは君の美しさに絶望し、己の矮小さを認めたくないがためだよ。人は理解不能なものを悪と呼び、恐怖するようにできている。くだらん、実にくだらんね。そんな保身や虚栄を大義に、一体どれだけの輝きが失われてきたと思うかね。それは私が最も嫌う行いなのだよ。聞いてほしい、マルグリット。忌まわしき罰当たり後、神の呪いを受けし君、私はその美を信仰している。ぜひ我がオペラの主賓となっていただきたい。見返りとして君の呪縛を私が立って差し上げよう。以前の旅でとある友人ができたのだ。とても強く恐ろしく地獄の塊のような男だが、彼もまたある意味で美しい。その力を貸してもらう約束を私はすでに取り付けているのだから。彼、それは怖い人なの？ああ、怖い。とてもとても、誰よりもね。私が今まで会った中でも、あれほど凄まじいのは見たことがないほどだよ。まるで、愛すべからざる光の君。我が生涯唯一の盟友だ。遠からず彼はゲットを抜けるだろう。ならばこそ君の呪いも解けるはずだ。聞かせてくれ、マルグリット。君はこのまま永遠にここで歌い続けたいのか？わからない。でもここを出て何があるの？それは私が答えるべきことではないよ。旅に出たいのか出たくないのか、知りたいのか知りたくないのか、もっとも君が望むなら私はあの太陽すら落としてみせるつもりなのだが。最近あなた以外の人がここに来るの。あれは誰？その人がやってくるとね、少し気持ちが良くなるの。なんでだろう。
わからないけど。首をはねられても死なぬからではないのかな。え、私といえども君に触れては無事に済まぬよ、マルグリット。だが彼は違うのだろう。君のつがい、あれを作り上げるのには苦労した。意中の女性へ捧げる贈り物としてなかなかいい出来であると自負しているがね。あの首飾り、身につけてみたいとは思わんかね。とても似合うと思うのだが。答えを急ぎすぎたかな。では質問を変えよう。君はあれにまた会いたいと思っているかね。会って話したいとわずかながらでも思うかね。わからない。でも気にはなると。よろしい、承諾したよ、マルグリット。ならば歌を歌いたまえ。甘く切なく思い人を求める歌を。記念すべき第一幕は悲恋の物語にしようじゃないか。私、歌は一つしか知らないのよ。それでもいいの？構わない。むしろそうでなくては意味がない。さあマルグリット、聞かせてくれ。今よりオペラを始めよう。もう変わり映えのない永遠など続けていく意味はあるまい。そうすれば楽しくなる？楽しませよう。約束できる？約束しよう、アレッサンドロ・ディ・カリオストロ。君にそう名乗った者のすべてにかけて。さあ、ザラトゥストラ、我らが愛しの君がお望みだ。